34年ぶりにお会いしましたね。イハウスします。大丈夫、きっとうまくいく。心配いりません。宮沢りえさんが34年ぶりに三井のリハウスの新 CM に出演することが3日分かりました。1987年に放送された CM では、当時14歳の宮沢さんが転校生の白鳥玲子として出演。本当に緊張したことを覚えています。でも膝も震えていて、撮影後、絶対女優さんにはなれないと思いました。と回想しました。新 CM では母親になった白鳥さんが住み替えをして当時住んでいた町に戻り、中学生の娘にリハウスの魅力を伝える。という内容です。それではお先に失礼します。